ハネウェル。ハネウェル、ハネウェル。日本語読みでは、ハニウェルとも、は、1886年に設立された、アメリカの多国籍企業であり、電子制御システムや自動化機器を製造を販売している、アメリカ航空宇宙局、ボーイング、アメリカ国防総省に、技術サービスやアビオニクスを提供している会社である。フォーチュン100企業の一つであり、 現在約13万人の従業員、うちアメリカ国内で5万8千人を抱える巨大企業である。本社はニュージャージー州のモリスタウンにある。1925年12月7日から2008年2月9日までダウ平均株価を構成する銘柄の一つだった。現在のハネウェルインターナショナルは、ハネウェルとアライドシグナルが1999年に、 合併して誕生した企業である。アライドシグナルの方が規模が大きく、ニュージャージー州、モリスタウンのアライドシグナルの本社を今も本社としているが、ブランド名として有名なハネウェルを社名に残した。ハネウェルのブランドは一般消費者にもよく知られている。特によく知られているのは、住宅用サーモスタット、ギャレットのターボチャージャー、プレストン、フラム、 オートライトのブランド名で売られている自動車部品などである。ハネウェルの基盤となった技術は、が1885年に石炭溶路用に発明したサーモスタットダンパー、フラッパーと、1886年創業のミネアポリスヒートレギュレーター、ミニアパリスヒートレギュレーターカンパニーが改良した電動機とプロセス制御である。1906年がインディアナ州オバッシュで、 ハネウェルヒーティングスペシャルティを創業。その会社とミネアポリスヒートレギュレーターが1927年に合併。合併後の社名をミネアポリスハネウェルレギュレーターとした。初代社長にはマーク・シー・ハネウェル、初代会長にはが就任した。W.R. スウェットとその息子ハロルドは1886年から75年間、ハネウェルとその前身である。 ミネアポリスヒートレギュレーターのトップに君臨し続けた。W.R. スウェットはサーモスタットによる温度制御という革新的アイデアをビジネスとして成功させた。ハロルドは1934年にハネウェルを引き継ぎ、成長と世界進出の時代を通してハネウェルを指揮し、世界的テクノロジーリーダーへと導いた。1999年にアライドシグナルと、 合併するまで30年以上にわたり、ハネウェルに科学技術面で貢献した従業員を表彰する HW スウィートエンジニア、サイエンティストアワードが毎年授与されていた。1943年がハネウェルに引き抜かれ、1961年には社長就任、1965年には会長に就任した。ビンガーは医師の息子として、 ミネソタ州セントポールで育った。イエール大学で経済学を学び、ミネソタ大学で法律を学んだ。卒業後ミネアポリスの法律事務所に就職し、ハネウェルはそこのクライアントであった。ビンガーはハネウェルの会長に就任するにあたり、売り上げよりも利益を重視して販売手法を改善した。また海外進出にも積極的で海外に六つの生産拠点を作り、 全生産量の12%を生産するようになった。また、社名をミネアポリス・ハネウェル・レギュレーターから現在のハネウェルに変更した。1950年代から1970年代中盤まで、ハネウェルは極光学工業、原理工イメージング株式会社のカメラと写真関連機器の輸入元でもあった。その製品をアメリカではハネウェル・ペンタックスの名で販売した。 1961年から1978年まで、ビンガーがこの事業の責任者であり、同時に彼は、軍需、航空宇宙、コンピュータの分野への事業拡大を主導した。ビンガーは1978年に会長を引退したが、亡くなるまで相談役に留まった。後任は、ハネウェル・コントロール・システムズの初代社長、エドソン・スペンサーである。1953年、 アメリカ空軍と共同で航空機のフライトの様々なステージ、タクシングや離陸から着陸の直前までを制御可能な自動制御装置オートマティックマスター、シーキンセセレクターを開発した今ではありふれているが、当時は最先端技術だった。自動ピアノのように作用して航空機のオートパイロットに命令を中継し、パイロットの負荷を大幅に減らすことができる。 技術的にはミサイル誘導や数値制御と似ている。1954年、レーセオンとの合弁でメインフレーム製造の事業に進出。まもなくレーセオンの出資分を買い取ってハネウェルの部門にした。初期のコンピュータはで後継にハネウェル1800がある。またミニコンピュータを手掛けていたコンピューターコントロールコーポレーションを買収。1960年代。 ハネウェルはコンピュータ業界で白雪姫と七人の小人の一社に数えられた。IBM が白雪姫であり、小人にはハネウェルの他にバロース、CDC、GE、NCR、RCA、ユニバクが数えられる。1970年、ハネウェルは GE のコンピュータ部門を買い取った。これに伴って会社組織が再編され、 ハネウェル・インフォーメーション・システムズとハネウェル・コントロール・システムズとに分かれた。RCA がそのコンピュータ事業をユニバックに売却すると7人の小人は5社に減り、バンチと呼ばれるようになった。1963年、IBM 1 4 0 1に対抗する小型コンピュータハネウェル200シリーズをリリース。このシリーズは1970年代初めまで続いた。 日本電機は1962年ハネウェルとコンピュータに関する技術提携契約を結んだ。日本電機はハネウェル200シリーズをニック2200シリーズとして発売、日本でのシェアを急速に伸ばすこととなった。1986年、フランスのコンピューター企業ブル、ブル及び日本電機との合弁会社ハネウェルブルを設立。1991年、 ハネウェルはコンピュータ部門ヒズオブルに売却し、コンピューター事業から完全撤退した。ハネウェルが軍需産業に参入したのは第二次世界大戦の時であり、当時は航空機の部品を製造していた。ベトナム戦争の頃から様々な製品を製造するようになった。クラスター爆弾、ミサイル誘導システム、ナパーム弾、地雷などである。 X-20 プロジェクトで使用する完成誘導サブシステムを開発し、1963年8月に N 回 -101B を使った試験飛行に成功した。X-20 プロジェクトは1963年12月に中止となった。1968年頃、ハネウェルプロジェクトと呼ばれる市民運動が起き、ハネウェルの兵器製造を止めさせようとしたことがある。 1990年、ハネウェルは軍需部門をアライアント的シストムズとしてスピンオフさせた。ただし、その後もハネウェルは、ジェットエンジン、電子誘導システム、コックピット機器などの航空宇宙関連製品を製造している。1996年、ハネウェルはダークラフトを買収し、扇風機、加湿器、空調機器などが電子上に参入した。 家電部門は後にカズ・インコーポレーテッドに売却された。ハネウェルはアメリカ合衆国で核兵器製造に関わる企業のコンソーシアムに参加している。アライド・シグナルの軍事部門を引き継いだハネウェル、フェデラル・マニュファクチャリングテクノロジーズの工場では核兵器の核とは直接関係しない部分の85%を製造仕組み立てている。 ハネウェルの特殊素材事業の起源は、科学者が1870年に創業した硫酸製造会社である。19世紀末にニコルズはいくつかの企業を経営しており、アメリカにおける科学産業を牽引していた。1920年、投資家の協力を得て、ニコルズの会社は大きく成長し始めた。彼らは5つの中小企業を吸収合併して、アライドケミカル 大カンパニーを設立し、後にアライドケミカル、こう、と解消した。同社は後にアライドシグナルの一部となり、ハネウェルの特殊素材事業を担うこととなった。なおメイヤーは、クーリッジ、フーバー、トルーマンという三代の大統領の政権で働き、1933年には、ワシントンポスト市を買い取った。メイヤーとニコルズの名は、モリスタウンの本社敷地内の建物に付けられている。 2000年 GE はハネウェルを取得する意図があることを発表。当時、ハネウェルの時価総額は210億ドル以上だった。合併はアメリカ当局には認可されたが、欧州委員会の競争政策担当マリオ・モンティが2001年7月3日、合併を阻止した。これは、両社の合併によって、ジェットエンジンやアビオニクスなどの分野で色々な製品を 組み合わせ販売することにより、河川化が起きて、他の企業が存続できなくなることを危惧したためである。これに対して、アメリカ当局は、M&A によって競争が改善され、価格低下につながると主張した。米司法時間法、チャールズ・ジェームズは、EU の決定を、独占禁止法の精神とは、正反対だと評した。2007年、GE は、ハネウェルとよく似た、 事業内容のスミススエアロスペースを買収した。1998年に航空宇宙、自動車用製品、工業材料の大手メーカーであったアライドシグナルと合併。現在のハネウェルインターナショナル、インクの名称となった。アライドシグナルの方が規模が大きくまた本社はアライドシグナルの本拠地ニュージャージー州モリスタウンに置かれたが合併後の社名は ブランド名としてよく知られているハネウェルとなった。ミネアポリスの旧本社を閉鎖する際、1000人以上の従業員が解雇された。合併後間もなく、株価が大幅に下落し、合併前のレベルに戻ったのは2007年のことである。2008年10月、ミディコップカナダインクによりに選ばれた。また、にも選ばれ、トロントスター市で発表された。ハネウェルは、 シックスシグマやリーン生産方式といった品質管理手法を積極的に導入しており、これをシックスシグマプラスと称している。これは間違いや欠陥を減らし、時間とコストを低減させることを目的としている。最近、ハネウェルはハネウェルオペレーチングシステムと称する企業哲学を発表した。ハネウェルエアロスペースは航空用エンジン。 アビオニクス等を生産する企業でアリゾナ州フェニックスを拠点とする。ハネウェルエアロスペースのタービンエンジンの事業はギャレットエアリサーチとライカミングエンジンズタービン部門の2つの源流に遡ることができる。ギャレットエアリサーチは1936年にクリフ・ギャレットによって設立された。タービンエンジン部門はギャレットタービンエンジン会社として知られ1968年に シグナル石油によって買収売れた。1985年には、シグナル社がと合併して、アライドシグナルになったことにより、アライドシグナルのギャレットエンジン部門になった。1994年、アライドシグナルは、テキストロン社のライカミングエンジンタービン部門を、買収して、ギャレットエンジンと合併して、アライドシグナルエアロスペースカンパニーのアライドシグナルエンジンズ部門になった。 1999年に現在のハネウェル・エアロスペースの一部になった。アライド・シグナルは1999年にハネウェルを買収して合併してハネウェル・インターナショナルに社名を変えた。当時、すでに前身のハネウェルは1986年に買収した旧スペリー・フライト・ステムズ社のアビオニクス部門の大半を所有していた。これらのスペリー・アビオニクス部門はハネウェルによって スペリーのすべてを1986年初頭に買収した会社から買収された。これはおそらく買収の目的が、バローズ、ユニシスは、スペリー社のコンピュータ部門であるユニバックだけが目的で、他の部門を売り払う意図だったとみられる。旧スペリーのアビオニクス部門は、航空用の幅広い製品を供給していた。一方、ハネウェルの部門は、 同様にいくつかの完成工法装置や、対地接近警報装置のようなアビオニクの製品を供給していた。ハネウェルテクノロジーソリューションズは、ハネウェルの研究開発部門である。インドのバンガロールを本拠地とし、5000人以上が働いている。HTS の開発センターは、ハイデラバード、インド、マドライ、インド、上海市、中国、ブルのチェコにある。 飛行管理装置の多くはこれらの研究所で製作され、試験されている。HTS は、ハネウェルの各事業部門に研究開発サービスを提供している。最近では、ラジエータなどの自動車部品の生産も開始した。アメリカ合衆国環境保護庁によれば、敵定する有害廃棄物で汚染された土地と最も多く関係している企業が、ハネウェルだという。ハネウェルは、 米国内の大気汚染に責任のある企業の44人とされており、毎年425万キログラムの有害物質を大気中に放出している。2001年、ハネウェルは以下の件について15万ドルの罰金と77万千ドルの賠償金の支払いに合意した。2003年、ニューアークの連邦判事はハネウェルに対して公衆衛生と安全に対する切迫した損害と、 環境への大きな損害のリスクとして、クロム廃棄物の除去のために4億ドルの拠出を命た。同年、ハネウェルは、イリノイ州ライルでのトリクロロエチレン汚染で裁判となるのを避けるため360万ドルを支払った。2004年、ニューヨーク州は7万4千キログラムもの水銀などの有害物質が、オノンダガコに投棄された件で、ハネウェルに対して、 浄化費用4億4800万ドルの支払いを求めたことを発表した。2005年、ニュージャージー州は100カ所以上のクロム汚染地域の浄化を求め、ハネウェルを含む3社、他はオクシデンタルペトロリウムと PPG を訴えた。クロムは肺がん、海洋、皮膚炎を引き起こすとされている金属である。2006年、ハネウェルは 水銀スイッチの生産を停止することを発表した。これにより、毎年水銀1万 1300kg、鉛 2800kg、クロム 3500kg の削減となる。特に水銀は、米国内の全使用量の5%である。EPA はこれを評価し2006ナショナル、パートナーシップ・フォー・エンバイロメンタル・プライオラティス・アチーブメント・アワードをハネウェルに送った。 2008年アリゾナ州はハネウェルが1974年から2004年まで数百回にわたって水質汚染を引き起こす違法な廃棄物投棄を行ってきたと主張しハネウェルが500万ドルの罰金支払いと地域の気象化プロジェクトへの100万ドルの寄付をすることで合意に達したハネウェルは社会貢献にも積極的で ホームタウンソリューションズと呼ばれるプログラムを実施している。このプログラムでは、従業員ボランティアと寄付により、科学や数学の研究への資金提供、ハリケーン、カトリーナによって倒壊した建物の再建、ガットにビセフと呼ばれる、ナショナルセンターフォーミッシングエクスプロイテッド、チルドレンへの長年の協力関係などが行われている。 カットにビセフによって生まれた書籍は7万2千以上の米国内の学校に配布され、500万人以上の小学生に届いている。また、ハネウェル・ノーベル・イニシアティブというプログラムも進めており、ノーベル物理学賞あるいはノーベル科学賞の受賞者の講演を主催し、その模様をオンラインで閲覧できるように使用している。2011年12月、無党派組織はハネウェルが ロビー活動2830万ドルを費やし、49億ドルの利益が出ているにもかかわらず2008年から2010年まで法人税を免除され逆に3400万ドルの税、還付受け、2008年以降968人の従業員を解雇しつつ経営トップ5人の2010年の年俸が15%アップして5420万に達していると批判した。 1987年、ミノルタ、現、コニカミノルタとその現地法人を相手、ドリオートフォーカス技術に対して、同社の特許4件の侵害と、技術移転に関する契約違反を主張し、裁判となり、1992年2月、ニュージャージー州連邦地方裁判所は、特許侵害を認め、結果的に、ミノルタ側は、ハネウェル側に、約165億円を支払うことになった。 これは貿易摩擦問題、サブマリン特許問題などの複雑な時代背景の元に起こったものであり、アメリカの訴訟社会の厳しさ、訴訟戦術の重要性、知的財産権のあり方などについて複雑な反響を巻き起こすこととなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。